新喜劇見てくれた人全員マブダッチナーのコーナー、イエーイ。今回のゲストはこちら、前田真美ちゃんです。よろしくお願いします。はい、お願いしますね。真美ちゃん、真美ちゃん初めてだよね。初めてです。いや、可愛いね今日もね今日、うん、ありがとうございます。ねえ、清水健二さんがこの前あんなに可愛い顔してるのに全然痩せへんのなこの顔を無駄遣いして。本当ですか。でもマミちゃん、でも最近なんかダイエットしてるって。あ、ダイエットしてますね。ジム行ってます。成果は出てるんですか。成果はですね、キュッと8キロ痩せて。え、すごいじゃん。7キロ戻りました。戻ったんかいな。なんでやねん2年半でこの染みついた関西弁が出てまうわ今回は、はい、マミちゃんがなんか語りたいことがあるって聞いてるんですけど。はい、はい、三平 GM について語ろう。なるほど。なぜこのテーマで。33年ぶりに NGK で座長公演をされまして、うん、はい、あの新喜劇をですね、これから、はい、あの新しい時代を作っていくということで、はい、そうですね、それが今週の新喜劇でオンエアされるということですね。そうですね、はい、楽しみですね。はい、マミジャリにとってその寛平さんはどんな存在ですか。そうですね、もうお笑いの神様みたいな。小さい頃からもうスターでしたから。そうか、でも大阪の方はみんなそうですよね。テレビで寛平さんが暴れる姿を見て育ったと。そうなんです。僕もこの東京から大阪に、はい、大阪のこの新喜劇に入ろうって思ったきっかけの一つ、はい、結構一番大きいのが寛平師匠だったりするんですよ。その、はい、東京で寛平師匠のスペシャルコントっていうのがありまして、はい、ルミネ座吉本でね。でそれに出させてもらってて、はい、寛平師匠ってね、メダカ師匠がルミネで一回その二人の絡みをやったことがあったのよ。ここにどんどん物入れていくやつ、はい、それを初めて見た時に衝撃を受けて、はい、びっくりして、なんだこの面白いおじいさんたちって東京の劇場に師匠と呼ばれる方ってなかなか現れないので、寛平師匠とメダカ師匠がルミネの舞台上でその絡んでるってもう気づいたらね、ちょっと袖にね、いっぱい後輩集まってて、で僕もその一人でこう見てたらもうバコンバコン受けんのよ。もうびっくりして衝撃を受けて、で気づいたらその2人だけで25分やってた、こんな人たちを生んだ大阪の新喜劇はどんなところだろうと思って大阪に来たんですよ。そうやったんですね。寛平師匠のすごいなと思うところあります。すごいなと思うところは、一番お礼を言っている。いつもありがとうって言ってます。確かに言ってるかもしれない。あの寛平さんのね、50周年プラスワンのツアーの時も、はい、もうほんと出演者全員にありがとうなって言ってね、はい、そうなんです。で楽屋入ったらね、毎回そうお菓子とかそういうの置いてあって、のしに感謝、狭間寛平って書いてあるんです。やっぱ感謝の気持ちを大切にしてる人ですよ。はい、めちゃくちゃ素敵です。スタッフさんにもやっぱ終わった後もありがとうなとか。ただ一番言ってはります。寛平師匠が全然感謝してない相手がいる。誰っていうか、何だと思う。珍しく寛平師匠はそんな顔するんだって俺初めて見た。え、もの人ですか。人じゃない。え、人じゃない。でも生きてる。犬。違う。ルミコ。ルミコは私が飼ってる猫です違います。正解は、はい、木です。あ、なるほど。そう、生きてる。本当だ。昔寛平師匠、あの木に登って落ちて骨折してるでしょ。はいはい、ね、で、あのそれも寛平師匠のツアーの最中に、今治行ったじゃない、愛媛県に。はいはいはい、そこにバスで向かってる途中に山の中をこう通って、で寛平師匠、前俺の前に座ってたの、はい、バスで。で俺は自然大好きだから、でしかも木が大好きなのよ。うわ、すごいそれ寛平師匠、木がいっぱいありますよっつって、はい、そしたら急になんか、うん、珍しい。なんか外見なくなっちゃって、はい、どうしたんですかって言ったら、木は嫌いや。なんでですかって、木はな、わしを裏切ったからな。寛平師匠の弱点は木です。まあそんなね、寛平師匠33年ぶりに、NGK の舞台に立ちます。はい、はい、座長としてね。そうなんです。そちらの、放送見どころの方をちょっと
聞きたいなと思うんですけど、まずタイトルは何でしょうか。はい、ダン、カンペイじいさん、いくつになっても甘えん坊。あー、NGK の声の人だ。ありがとうございます。ダン、はい、夫婦共演。お、どういうことでしょうか、これは。今週の出演者、うん、秋江姉さん、お、そして佐藤お兄さん。あ、丸兄も、うんうん、内場兄さん、安江姉さんご夫妻が、なるほど、出られてます。ダブル夫婦で。そうなんですよ、はいはいはい、なかなかないことで。これは別に夫婦役で出てるわけではない。はい、出てるわけではないんですが、うん、内場兄さん、安江姉さんは幼馴染です。お、いいですね、なんかキュンキュンしそうですね。そうなんですよ、うん、はい、ちょっと、この夫婦ならではのやり取りが見れるかもしれない、はい、そうなんです、楽しみですね、はい、じゃん、何が起こるかわからない。これはそうでしょうね。だって、はい、ね、寛平師匠が出てるわけですから、はい、本当に何を言い出すか分かりませんからね、はい、昔スペシャルコント、東京のスペシャルコントで、はい、ちょっとこうユニークな顔のね、はい、後輩がいるんだけども、山西っていうね、はい、そいつがこう出てきた時に寛平師匠が、お前ブッサイクやなっていじるとこがあったんだけど、はいはいはい、多分それに飽きてきて、はい、急に寛平師匠がその山西ってやつに、お前火吹く変えるかって言い出した。もう本当にみんなキョトンとしたから、ね、火吹く変える、本当によく分かんないことを言い出す。でもウケんのよ、それが。あ、やっぱりそういうことがたくさん起こるかもしれない、ね、まだある。はい、はい、じゃん、 GM 大暴れ。あれ、なんか似たような内容ですね。似たような内容ですか。あ、何が起こるか分からないのは、はい、全体的にってことですか。全体的です。なるほどね、はい、すいません、ちょっと先に僕が言っちゃったみたいになっちゃって。あ、 いえ、はい、GM 大暴れ。大暴れでございます。もう先ほど言ったようなことが起きてると。はい、もう他にもちょっと時間がですね、うん、45分で収まらないといけないとか、うんうん、68分やっちゃってんだ。ダメだよ、寛平師匠、怒られるんだからね、これ本当はね。それだけ盛り上がってます。68分、はい、スッチーさんでもないよ、それ。これはでも、それがどん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 ギュッ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 と、はい、こう凝縮していった45分が放送されますからね。そうなんです。ぜひそちらの方を楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは前田真美ちゃんでした。ありがとうございました。バイバイ。